事務所サムネイル株式会社大建設計は,は1948年に大阪建築事務所として創立。1971年に大建設計に社名変更された。本社は東京都品川区、本店は大阪市西区。組織設計事務所として公共施設から 民間施設まで幅広く建築の設計を行う。また、専門性の高い分野として、水族館、地下街、清掃工場、生産流通施設等の建築も多く手がける。1948年もと、住友土地公務及び日本建設産業の融資により、大阪建築事務所を設立1949年本社を京町堀、現大阪事務所に、 移転1950年名古屋事務所、開設1951年軟弱地盤の浮き輪5基礎工法で、特許1954年東京事務所、開設1955年先進的な前、溶接工法の開発1956年、九州事務所、福岡事務所前進、開設1963年久保田鉄工との共同開発、遠心力鋳造交換及び、 G カラム工法の開発1967年大空間構造を可能にしたヒール工法の開発1971年株式会社大建設計に社名変更1982年海外施設設計部門が事業部として独立1984年横浜事務所開設1987年福岡札幌事務所 解説1 9 8九年広島事務所、解説1 9九十年仙台事務所、京都市所開設大建設京大坂ビル春光1九9三年プラント施設設計部門が事業部として、独立1九9四年大建設計東京ビル春光二千年位品質システム、i s o 九千一登録二千一年、医療施設設計部門が事業部として、 ありがとうございます。